今話題沸騰の1羽のフクロウをご存知だろうか。それはアフリカオオコノハズクのポポちゃん。昨年ベストハウスに登場するやいなや人気爆発。人気者となった秘密は相手の強さによって驚きの変身ぶりを見せることにある。それではポポちゃんの可愛い変身技を改めてご覧いただこう。第3位、自分より弱い相手には超ビッグな態度のポポちゃん。格下の相手メンフクロウ、それを見つけたポポちゃんの変身がこれだ。ワン、ツー、スリー。一瞬で羽を広げ威嚇のポーズ。目つき鋭く相手をにらみつける。格下相手にはとっても強気なポポちゃんだ。第2位は、自分と同等の相手は徹底無視のポポちゃん。ポポちゃん自身の写真を近づけると、ポポちゃん全く無視。さらに鏡に映った自分の姿もやっぱり無視。うざったそうに背を向けてしまった。第1位、自分より強い相手には超弱気なポポちゃん。自分より格上の相手に取る行動こそがポポちゃんの真骨頂。最大の天敵ワシーミミズクが現れた次の瞬間、ポポちゃんが見せるあっと驚く変身がこれだ。ワン、ツー、スリー。機動に変身しているつもりが、さらにその技にはこだわりが。お腹の白い羽が目立たぬよう、ワシミミスクに対して常に背中を向けるよう動き続ける。そんなお茶目なフクロウがなんと今宵新春スペシャルのためにスタジオに登場する。ポポちゃんだ。ワン、ツー、スリー。超かわいいじゃん。手のひらサイズなんですね。かわいい。アフリカオオコノハズク、20センチほどの小型のフクロウで、皆さん、これこの種類のフクロウは全部こうなるんですか。このポポちゃんだけじゃなくて全員、だから群れで言ったらみんな細くなる。見てみたい。せっかくなんで今日はあの例の変身見れるんですか。変身を。改めてご覧いただこう。まずは格下の相手、格下のケンちゃんです。高山さん、ケンちゃんはポポちゃんのことは怖いんですか。今はケンちゃんはあんまり興味がないみたいな。ケンちゃんは相手にしてないんですか。意外とポポちゃん勝手に。続いては格上の相手、天敵ワシミミズクさん、どうぞ。いや怖いよ、それはそれ。木の枝に化けてるつもりなので、
ていただいたこの審議長の横にね、はい、今日は一緒にポポちゃんの番組を楽しみたいと